の花大好き。いやー、綺麗だな。うわー、いいね。つぼみもいいしさ。あ、よかったじゃん、ね、雨降ってて。コロコロほら、あの水滴が行くところ見えるよ、ね、ほら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 、うわー、いいね。奥の方結構咲いてますよ。びっしりですもんね。大きいな。そんな大きかったっけな。ここはね、一番大きなハスなんですよ。日本一大きなハス池、はい。ハスの高さと大きさはね、日本一だと思いますよ。他にもあの茨城とかあちこちありますけどね、はい、大きさとしては一番だと思います、はい。まあ、午前中ですね、ほとんどね。うん、だからお昼まで咲き終わってしまうっていう、うん。じゃあちょうどよかった、間に合ったよ。間に合ったね。だからハス池とね、ボート池と、うん、3つに分かれてるんですよね、池が。でこう道があって、真ん中にその模した弁天堂があるんですね。すぐそこ行けばありますけどね。そうだ、弁天様はね、大抵中之島にある。二つ木さん、ちっちゃい頃はこもうハス、ハス遊んでたんですか。遊びますけどね、うん、ハスで遊ばないですけど、ね、ハスで遊ばないけど、大体デートしたりして。いや、デートですね。デートですね。うまいこと言うと、デートですね。こうだ、顔が大きく映っちゃう。いや、いいんだよ、別に。俺のは顔が大きく。いいんだよ、別に。前後はいいよ。昨日ね、うん、コロッケにね、モグロクゾに似てるなって言われた。モグロクゾ、やめてくれ。いや、あ、似てないです。大丈夫。モグロクゾには似てない。似てない。モグロクゾですって。しょうがないじゃん。やめてください。行きましょう。英国に習ったところだね。ああ、英国は扱いが違うじゃないですか。うん、まあ、ここが弁天堂です。弁天堂ですね。お邪魔します。女性の神様、お邪魔してます。あ、ここか。ここが中之島になってるんですね。そうですね、はい。琵琶湖、ね、あ、いいじゃないですか。咲いてる。あ、そこが綺麗ですね。あ、ほら、うんうんうん、咲いてる。パーッ、綺麗にパーッと開いてる、ね。あのさ、透明感がいいんだよ ね、 そうだね。お寺に合うしね。合うね、うん。独特のオーラですよね。そう、独特のオーラ。お寺に合うっていいですよ。お寺に合う。やっぱりほら、あんまり華やかなものじゃないから、そういう、葉っぱも大きいからね。そうですね、うん。この景色は他に変えるものがないですね。ちょっと見ないもんね。こんだけ大量のハス見れるって。変わるものはないね。うん、カルガモとかコイはいいんですけど、うん、カメが出るんですよ。うん、あの、それもね、なぜか知らないけど、カミツキガメ。あー、すごい怖いやつね。危険ですよ。あの、だから誰かが捨ててったんですよ。ね、まあ、とにかくね、それだけはやめてほしいと思う。本当だね。自然のこう、いい公園ですからね。うん、あ、12時開店だよ。ちょっといいや、エロ。おはよう。おはようございます。はい、まだ開店前です。眺めよう。こんにちは。お店中やってます。どうですか。ここからね、とてことちょっと見てさ、はい、そこにさ、うわー、これ、うわー、ここだよ。こっから向こうよ。あーあーああ、それこれすごいわ。うわー、うわー、これ、これすごい。いや、これはすごいね。うわー、ハスの葉っぱの裏がいいんだ。うわー、いいね。触れます。もうそんなところで咲いてるし。もう雲のようだよ、ほんと、ハスが。うわぁ。へぇ。これはいい場所に。下にちゃんと水があるのが分かりますね、ここだと。いい場所に建てたね。こんなすごい。似合いそうな場所ですよね。ここはここでまたいいね。ここで。庶民っぽいね。ここいい。うん、確かにね。ああ、だいぶ違うもんだな、ね、この違うね、あそことね、はい、あそこは雲の上にいたようだけど、はい、これはもう、本当見物だね。近いでしょ。ちょっと触れるよ。あ、触る、触る。あ、花が触れる。ほら、でかいな。大きいね。こんなだもんね。すごい。うわ、動物を可愛がるよ、もう。そうですよ、もう園芸形ですから。猫可愛がってる。両手でこう、持てる。子猫ちゃん。なりたい、なりたい。うわ、猫ちゃん。で、この水がね、こうやってね。そう、たまる。これがいいんだ。甘露です。すごいね、これを持ってね、葉っぱがよく立ってる。こういう、なんか、売り物結構ある。そう。札幌のカセですよ。このくらいの人だといいね、結構。いや、こうでしょ。なるほどね。でも、これ、ね、ハスって、肥料もものすごくいるから、いる結構途中
途中でもやっぱ入っていけないから、いけないね、冬にものすごく泥を養生してるんでしょうね、やってるんだろうね。ものすごいんですよ、本当肥料食い。そうそうそう、だって目指しとか入れるんでしょ、肥料大好きだから、ね、魚みたいの入れたりして、そうそう、煮干しみたいな、煮干しとか食べるんだもん、うん、そんなこんなちっちゃな植木鉢でハス育てるのに煮干し20本ぐらい入れるから、ね、ほら動物性タンパクが必要なんだよね。俺も何度も失敗したから。結構肉食系ですね、はい、でも魚の糞とかは結構いいんでしょうね、さっき鯉とかいっぱいいるでしょ、はい、いますよ、はい、だからああいうのの糞はいいと思いますね、ね、はい、だ水汚れないんじゃない、ガンガン吸い取るからね、あー、ハスが、なるほど、そういう、そうか、濁らす原因のものをね、ハスが吸い取ってんじゃないですか、そうか、だからうまい循環になってんのか、結構そういう浄化するみたいなのもなんか仏教に関係するんじゃないですか、まあ、そうハスの力としてでしょ、ハスはすごい力あるから、その通り浄化って言いますよね、水だけね、清らかになるんですよ、ハス、はい、があると実際問題、植物として、ああそうだよ、それはあるよ、だいぶ変わった、上野は綺麗になっていました、綺麗になっていた、だこういったものもう少し作ったらいい、茶屋をね、いくつか作るようにまた言ってるね、でしょ、桜と柳ですね、似合いますね、うん、桜、柳、ハス一気に見れるわ、小池ランキングとか、ほらあるじゃん、面白いことしてるじゃない、たくさん歩きベスト10、ほらこれルカス、これいいよ、これ一番大きい木のランキング、面白いね、欅が1位で、うん、楠木、一応、うん、プランツウォークだよ、これプランツウォークそう、これできてる、これとこれいいもん作ったわ、これこれなんとか僕らでもう一回こう熱いね人気が出るように頑張ります、あまり人気がないんでやめちゃおうかと思ったんだけど、なんでテレビカメラで向かって言ってんの、これできてみんなにこう PR しよう、上野にぜひいらしてください、はい、よろしくお願いします、こういうモードな木ありますよいろんな木あります、ね、ぐらいと探索できますよ、木を見るにビンってこのことだ、四季折々の木が楽しめますよ、イチョウの木もあります、桜だけじゃございません、はい、イチョウもございます、どいてください、あと何があるかわからないあとは見てください、あとは亀もいる、亀もいるここでじゃあゆっくり楽しんでてください、どうもありがとうございます、ありがとうございました、メールします、さっきの締めコメントだったんですね、そうです、締めコメントをくれたら大忙しだった